お疲れちゃんスラットです。今日はですね、こちら現在世界2位の、まあ、なんて読むのか分かんないけど、テジョーンアキラさん、はい、この人が使ってるゲニーデさんコカツ、はい、やってくれると思います。世界2位にこの高回転コカツで行ってるっていうので、ちょっとね、しかもミラー入っててなんかおもろそうなんで、はい、やってくれると思います。で、前までね、マイティだったかな。そうで、マイティで、まあ、ミラー入ったり入ってなかったり、ロケットだったり、まあ、みたいな、こう、いろんなパターンがあったんですけども、ゴルナイなんですよね、今回、そう。まあ、対戦相手もゴルナイでやってやりますか、ということで、よろしく、はい。ゴルナイ自害が、まあ、来てるんですけども、まあ、なんでゴルナイなんやろっていうね、別に、マイティでええやんっていう話なんですけども、よいしょ。まあ、ゴルナイだと、まあ、頭突きでダメージをね、やっぱ出せる。ズルのね、そう、ズルダメージ出せるんで、ちょっとそれも狙いつつ、まあ、マイティだとやっぱロイとかゴレイね、強いんですけど、多分、なくても、結局大砲とか高回転で、なんとかなるやろっちゅうとこだと思うんですよ。そう。マイティで上がってるプレイヤーいるっすけど、ゴルナイでこのね、高回転コツをやってる人はいなかったので、そう、ゴルナイは、まあ、今んとこ特に何もしてないですけども、まあ、一旦出すか。さあ、そして 2.6 億かな、多分今んとこ。これだってもう走れってことだよね。で、バレル飛ばして、おーい、張り付き、いや、これやばいよね。しかもレベル16が、いや、強い、いや、もう強いもう強い。まあ、マイティだったらね、中型から大型に対してすごい強いんですよ。そう。でもやっぱ高回転のね、こういうホグとかに対して刺さらないっていう場面があるんですけど、まあ、このゴルナイだとね、まあ、刺さんない時がないやろっちゅう。常に強いからね。そう、腐る時がない。よし。あ、これもミラーバレルやりたかったんですけどね。やれないです。ファイスピーは？いやー、ファイスピーもいかれる、いいウッドだ。まあ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 、でもこれも相性いいでしょ、絶対。だって、2.6 億って、まあ、回転速いのが強みなんですけど、その回転速いとかじゃないねんな。こっちは回転もぐっちゃぐちゃにするし、回転もともと速いし、みたいな。え、置いちゃうか。いらんかったかな。まあ。サスケ読みのウッドだが、ウッドあなた使ったねっていう。あー、しっかり警戒してますね。じゃあ、一応逆サイに振ったんだけど、まあ、大砲がこれ、いいね。残ってんの。あそこに置いてある大砲すごい邪魔だな。でもね、そうやってグッドゲーム言ってるものの、全然まだまだ試合展開わからないっていう。よいしょ。やべ、待って、ガチやばい、本当に下手。見なかったことにしてほしい。今のだけ見なかったことにしてくれる。うん、あのね、動作ダメージがなかなか取らんの。これ事故を誘って、あー、いい、すけ。いや、でもめっちゃ入る。16バレル。強っ。俺だって、ウッドぐらいじゃない。長えか。いや、飛ぶやん。さあ、1コース優秀。あと、ウッド何周ですか、あれは。ギア出して、ウッドで削って、大砲がもう鉄壁。相手これ、大砲突破できないですからね、本気で。で、バレル飛ばしていけばいいでしょ、俺はもう。で、1周目使ったら2周目、つって。で、それもね、これちょっとずるいのが。ゴルナイ出してからもう一回バレル飛ばせるんですよね。よいしょ。これやばいよね。サイクルもうぶっ壊してるもん。で、バレルからのもう一回バレルがいける。これやばいよな。これやばいよね、マジで。意味わかんないもん。いや、意味わかんないんですよ。意味わかんないから強いんですよね。いや、だからもうミラーあるとね、バレル、バレル、スケファイスピ、バレル、バレルができるんですよ、これ。そのミラーゴルナイがあると、バレル、バレル、スケファイスピ、バレル、バレル、スケファイスピ、バレル、バレル。いや、ガチで無限に攻めれるかんな。後半強すぎる。ロケなくてもそのサイクルでね、削り切れるっていうのが多分強みっすよね。ファイスピでけー。300、ごちそうさまです。
いやこれ間待つってことは中型から大型の可能性高くて、中型から大型はトルネードの再率が高いのでずらしていきます。遅延すっげーだかなこれ。違う、ゴールデンナイツ。いやまあまあ暇だし。おお、何ですかいい、これは面白そうなカードが飛んできましたけども、バイスピーウッド、これ取れねえ、ねえな、ねえだろこんなの。これバレル奥に出して、まあ陸がなんか来てもどっちかは刺さるよねっていう。あー、ヤナメか、それやだな。あ、ヤナメ使ったんで、いやここ許容しようか。リガーがねあると思うんですよ。そうだから吹き矢だけは全力応援。いいよ、このガチ勢感がねいいんだよ、吹き矢延命のね。さあで延命して、さあバレルを飛ばしてね、これどっちかしか守れないよ、強これでもどうやって守るのがいいかな。矢斜め来ると嫌だかんね、大砲いっちゃいます。結局いつか使う3コス頑張ってもらおう、延命してあげよう。大砲ええ味出すな、強っ、全掃除やん。これ吹き矢出すとねベビドラ来るんですよ、僕らになると延命してあげよう。あれ来ねえ、来ねえのかこれ。いや普通出すだろ、ゴリラいきます。中途半端な攻めだったね、中途半端に終わっちゃう。ここだけ処理して、いや待って、右がやばい、なんで右がやばいなんてことになんだこれ、このデッキで右がやばいなんてことになんのか、どういうことか、ちょっと待って、ガチやばい、右がやばいのはマジで笑え、やばいやばい、なんで右がやばいの、どういうこと。いや攻める攻める攻める、これさゴルナイハギ野郎いけるくね、いけるよなこれ、いってくれ頼む。いやいかんのかよお前、大砲しかも振り向かない、なんだあいつ、バイスバイス、いやめっちゃいいスキル、たまたまでかいでかいでかい、いやマジゴルナイ走らせて、あこれババでしょ、いや右にババか、うわーやばい、ヤナメがマジすごいやだ、いやー相手も結構頑張ってくんなーこれ。あれマジでゴルナイ走らせたらさ一発、やべえ変なゴルナイした、ちょっと待ってよこれ攻めんなきゃやばい、よしよし、こうやって相手も一生守れ、墓石きた、これ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 がいいのよ、はい勝ち勝ち、すげえこれやばいよなマジ、強制ダメージだからねゴルナイ、ほんとに早く来ねえかな。いや今のでかいよ、だって相手普通にラバーヤナーメだからね、そうでロケットもないからマジ光栄のホバとベビーがきつすぎたな。まあでもその分攻めてね、その分攻めてダメージ稼いでこう、よしよしよし、カードサイクルぐっちゃぐちゃんだからな、これもう今までのね高回転とかの次元じゃないから、デルダハークとかそういうんじゃないから、もう関係ないからねそんなのぐっちゃぐちゃよ、全部全部ぐっちゃぐちゃよ、ニワトリ野郎やん、そうやってスタンプ押しとったらこの橋目吹きは間に合わんの知ってるからな俺、間に合うんかい、それはすごいそれはもうすごい普通にすごい、こんなにスタンプ押してて今の橋目吹きは間に合うっすか、普通間に合わねえだろ。いやマジで余裕がすごいな相手の、あんだけね
ああ、トルネだけはねえだろう、思ったらトルネあるわ、しっかり。マジかよ。ゴールデンナイス。いや、めっちゃなんか嫌なデッキだな、なんか。まあ、テッカバルーン、うん。まあまあまあ。まあ、言うて、いや、嫌だな。ロケねえんだよ、俺。まあ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 、キングギドされたな、渋いな。タル出て、トルネあるな、普通タルだったら警戒すべきでしたね。これタル使ってるわ、そういえば。定位置よかった。おぉ、すげえ守ってくんね。フリーズ使ってまで守るな、なかなかっすよ。いやー、いいダメージ。ニコー、めっちゃスタンプ好きだな、ニワトリの。やばい、ここまでニワトリ好きなやつあんまいないよ、ちなみに。不人気スタンプだろうね。あ、めっちゃダメだけど。不人気とか。やばい、フリーズくんな。痛い、緊急したい、バルン来ないかな。大砲大砲。ケツピー嫌だな。嫌だ、つっただろ。ああ、なるほどね。そういう感じ。バルーン。あ、そっちから来るのか。別に何でも美味しいな、これは。やばい、耐えたい。耐えれるんじゃね。いや、耐えれます。いや、呪文でこれ落ちますか、誰か。落ちないで欲しいな。落ちないで欲しいな。でかい、でかすぎー。てか、キングヒドできなかったな、あんな大砲3つぐらい並べたのによ。なんでだよ。オッケーオッケー。いや、まあでも序盤の攻めがめっちゃ強いな、序盤のね、ケビン、ははって笑っとるやん、自分の名前に。ははは、ミッキーだよ、はは、ワイスピークよ、浮き山行くよ、はは。ボンバーか。まあ、エレジャイが、待って、分かったか、ちょっと待って。施設がないね、今。クエイクやめろよ。はは、クエイクないよ、はは。美味しいな、じゃあ。クエイクだからもう勝ち確だからな、こんな。で、ボンバーがいないで、トルネードです、これ。あ、危ない。危ないって、それ。はは、大砲あるよ、はは。こんな適当でごめんな、マジ。よし。ボンバーは回る。トルネードもあるので、ゴブリンバレル一旦我慢しようか。苦しそうだな、なんか。いや、キング起動されなかったらガチでいいんだけど、ずらした時にボンバーでボコされちゃうんで、我慢。はい。キング起動相手絶対したいかんな。ハッスル。一旦大砲置いとくか、暇だし。いや、キモいって。マジで。それは本気でキモいって。やばい、これずれた。ボンバーだけやめて、本気で。え、それくれんの、うますぎん。いやー、しっかり取れもあるんかい。いやーエリポーハ、エリポーハ違うって。エリポーハきついよ、ハハ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 ハ。やべ大砲あるけど、これさ、こっから俺のダメージがさ、なかなか通せないんだよね。うわー、でも相手ウッド系もないね、そういえば気づいた。いや、ゴブリンバル強っ。いや、これやばい。
あボンバーがさ、ああ結構嫌なんだよね。いやマジで強いってゴールに。いやこれ守れるかな、誰か教えて守り方。簡単だったわ。やべでっかい、やばい、耐えれる。危ない、えワンチャン、だって呪文ねえだろ。トレネミラーかこれ、お願い。トレネミラー耐え、耐えねえな、やばい。あ来る、ああ負けちゃったよ。ええだろう、こんな。いやー途中ねー、マジであのエリポンとかにバレル投げてたの、しっかりタワーにぶち込んどけばなんとかなったんじゃないかっていう。努力、新人大事よ努力は。本当にいいね、なんか感動するよ。ははなんか無理だ、声が電子ユーノ、はい、ユーノですね。マジアチ来たらウッド2回打ちます。来たけど遠いな、よいしょ。ウッディウッディ、鉄火工場の香り。これで鉄火じゃなかったらもう知らんしな。ウッドを打つことによって大砲を延命してこの間に攻めて、ユーのエリキをこの大砲で回収したい。ここに2をファイボかな、はい、しっかりファイボを打っていく。よし、残り物大砲節約完了。これ多分ねめちゃくちゃいいザップ来ると思うんですよ。これいきます、これスケルトンもう一個下です。ザップそしてきません。なるほど、そういうことか。ああこれ読みます。多分相手はねマジアチャリに行きたいと思うんですけど、僕らになるとそれをね読んでキッ、ああお、もし今見えたぞザップを使ったのが。やばい、やばい、ゴールデン足押すぞ、ちょっと待って、ゴイーン、いやマジやばい、痛い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 、待ってマジやばい、ほんとやばい、危ねえ、危ねえって言ってめっちゃ刺さってるけど、ほらペッカに負けたら笑えんよね。ペッカに負けたらさすがに許されないが、いやーいいザップ打つなぁ、まあ、あのマジアちゃんが適当に受けれそう。さあ飛ばしていいよ大砲からの2周目、キャを延命できてるのも熱い。さあこっからはもう俺のフィーバータイムですよね。あとはもう許容しまくって、あーいいザップだ、いいゴールナイだ、ゴールデンナイトズン、ドゥク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 、ポテ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 ピョーン。バレル飛ばしてスケで囲んで、ユーノ来ても何でも肉はあるよと。ウッドミラーですね。うわー、その完封うまい。あ、待って、これ、走れる。ゴールで、グッドゥッ、惜しい。
リタウッドミラーしてダメージが分かんないけど、吹き矢が入って、おい、いいんちゃうの。いやもう強すぎ。うん、大砲もゴルナイも全てが強い。あ、マジでこういうこと楽しいね。いいね。さあ、クロロ最強杯に出てる。最強ってこと？もしかして五条悟か。おいヒロさん、お前はもしかして五条悟か。ヒロさん、いやヒロさんやないか。よいしょ。さあディガー正面、こんにちは。コウモリが入ってるオールブレイカーはね、ちょっとレアだな。あー、メガナイトじゃん。メガナイトオールブレイカーのミニペッカ的な、タルザーかヤザーか。ウッド、いや待って、ウッドだったらちょっと知らんデッキになるんだ。これきつそうじゃね。いや、ウッド結構レアだな。これでも吹き矢が残るだけでめっちゃ痛えぞ。いや、めっちゃあるよこれ。でかいでかいでかい。いや、メガナイトオールブレイカーだな。マスケミニペコウモリですもんね。ディガオールブレイカー。ザップなんかさっき使ってたっけ。使ってたよりも見えたし、使ってないよりも見えた。ウッドザップはちょっと嫌だけど、この序盤のダメージがでかすぎて何とでもなりそうだな。タルだったら吹きは無限なんですけどね。あー、その気はうまいですね。まあ大砲ゲーか、こんな大砲100個置いとけばいいって。あと吹きはめっちゃ低めか。おわお、あう、今のザップエロいね。見たね、今のザップめちゃくちゃエロいよ。エロい人しかやんない、あのザップ。キング起動用のね、スケルトンを読んでのザップ、バックうまいな。倒れていく。で、まあ、これを守れるかどうかなんですけど、あ、メガネ、何ちっちゃった。多分、秒で守れるんですよね。秒で守るってなんか日本語欲しいか。余裕で。知らんけど。これで守れんかったら恥ずかしいな。あ、おっ、おっ、おっ、恥ずかしいことにすごい守れてないです。まあ守れてはいる、守れてるに入るのか守れてるのかわからないが、耐えたのでセーフ。よし、あぶねえ、ぐっちゃぐちゃだった。もう耐えたからええだろあんな。よーし、さあ、いやさすがに強いね。世界2位が使ってるコカツナだけあってね。そうなんで、皆さんもぜひこのコカッちゃんやってみてください。よければちゃんと動画もお願いしますよ。お疲れちゃんの人、またねー。